ピアノ競争曲イタンチョオーパス17はイグナツィ・パデレフスキが1888年に作曲したピアノ競争曲。パデレフスキは現在のポーランドのクルユフカに生まれた。彼は1877年にワルシャワ音楽院を卒業して翌年に同音楽院のピアノ科で教えるなど音楽家としての道を歩み始めていた。次にベルリンへと赴いた彼は フリードリヒキールに作曲をハインリヒウルバンに還元落法を指示した。ベルリンではアントン・ルビンシテインから作曲により力を注ぐ要助言を受けたが、その後もパデレフスキはほとんど世に知られないままであった。パデレフスキがピアニストとしてデビューしたのはわずか11歳でのことであった。ロシアの各都市を演奏旅行して回り、 祖国ポーランドのクラクフでリサイタルを催すなどした彼であったが、後年代ピアニストとして知られるに至るキャリアの幕開けは、ウィーンでテオドール・レシェティツキに指示した後に訪れる。彼がピアノ競争曲を作曲したのは、パリとウィーンでのデビューを果たした後の1888年であった。曲は非常に短期間の間に仕上がったが、自信を持てなかった彼は、 サン・サーンスに助言を求めている。パデレフスキの回想によれば多忙なサン・サーンスは当初持ち込まれた作品へのコメントを拒否しようとした。しかしパデレフスキが演奏する傍らで注意深く楽譜を読んだサン・サーンスは曲の完成度の高さを称賛して不安げな作曲者を激励した。特に第二楽章には漢字入ってアンコールを求めたという。 初演は当時レシェティツキの妻だったアンナ・エシポワがソリストを務めハンスリヒターの指揮で行われた。ヨーロッパを代表する著名な指揮者による演奏が実現したのは恩師レシェティツキの影響力によるものと思われる。曲は芝叩く間に成功を収め、自らが初演の独奏者となることを希望していたパデレフスキも最終的にはこの結果に納得した。曲は レシェティ付きに検定されている。パデレフスキはこの曲以外のピアノ競争曲形式の作品として、1893年にピアノと還元楽のためのポーランド幻想曲オッパス19を作曲している。約34から35分ピアノ独奏、ピッコロ1、フルート2、オーボエ、またはイングリッシュホルン2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4。 トランペットに、トロンボーンさん、ティンパに、言五部オーケストラの、決然とした清掃で開始する。そのまま民謡調の第一主題を示すと、ピアノが入り、これを受け継ぐ。計画を経て、ピアノが、第二主題を静かに出す。大きく盛り上がった後に落ち着き、ピアノの独創に導かれて、展開部となる。還元楽が第一主題に基づく展開を行い、 ピアノは音階的な奏ーで装飾する。展開部から勢いを落とさず異端調の再現部へ、至り、カデンツァ、コーダを経て締めくくる。ホルンによる、トートの信号で始まる。管弦楽の導入に続いて、ピアノが入り、叙情的な主題を奏する。中間部ではピアノが、静かに一定の音形を繰り返す上で、独奏楽器も交えて、オーケストラが落ち着いた音楽を奏でる。 同郷の先人であるショパンを思わせる瞬間である。冒頭の主題がグランディオーソで堂々とピアノにより再現されて頂点を築いた後、静かに楽勝を終える。ポーランド部曲風の楽勝。8小節の民族音楽調の導入に続いてすぐさまピアノが登場する。次に金管楽器がそうする主題は英雄的である。 仏曲風の主題とその展開を中心に進行し、異常調で金管楽器が堂々と英雄的な主題を再現すると、プレストのコーダに至り、賑やかに全曲の幕を閉じる。注釈主典。ありがとうございます。